はい、こんにちは、もめと申します。黒猫の K 実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、前回エンド3つ見たので、エンドもう3つあると思うので見ていきたいと思います。ということで、前回は、リンゴとお魚さんを持って外に出たんですけど、リンゴとお魚と、じゃあこのなんだっけ、なんとかの塩漬け、ニシンの塩漬けを持って外に出たらどうなるか。食べ物はこれくらいでいいかにゃ。これ以上申し訳ないな。廊下から外に出ることができるにゃ。食べ物は持ったし、準備は OK にゃ。心の準備ができたら外に出るにゃ。ということで、外に出ていきましょうか。ご主人様に最後。いない。ああ、通り抜けられた。猫ちゃんだからね、こういうこともできますね。ご主人様がいなくなってるのは、もしかしてここが空いてるってことかにゃ。鍵がかかってるにゃ。ダメですね。そういえばここって調べたっけ。サボテンは癒されるにゃ。ひびが入ってる。この花瓶そろそろ変えないとにゃ。ああ、緑をもっと増やしたいにゃ。ということで、出ていきますか。はい、外に出られる。外に出ますにゃ。はい、今までありがとうにゃ。ごく立派な猫として頑張るにゃ。ご主人様の分もいけるにゃ。で、家が消えますにゃ。ご主人様、僕頑張るにゃ。ご主人様も見守っていてほしいにゃ。はい、さよならにゃ。それから、これ、行く日が過ぎでいいのかな。魔女が消え、使いまで亡くなった猫は、ただの猫に戻りました。お屋敷から持ち出した食べ物がなくなる頃には、猫は猫として、生き方を思い出します。猫としての生き方を思い出します。一つ、獲物を仕留める方法。二つ、敵から隠れる方法。三つ、自分の、住みかを見つける方法。4つ、猫の言葉を話す方法。5つ、大好きなご主人様を忘れる方法。魔女の猫は森の一員として立派に生き抜く術を身につけたのです。そうして猫は第二の人生を歩んでいきます。大好きなご主人様と過ごした日々を忘れて、ただの猫となったその後、猫は猫として幸せに暮らしました。めでたしめでたし。一、森の一員。エンドロールが流れた。モノ様、ちょっとでも、なんだろう、猫は猫として生きるようになったんだけど、なんか悲しい気持ちになっちゃった。 Thank you for playing。 まだまだ終われません。もっとなんか多分ほっこりするエンドがあるはず。ということで、リンゴを持って、これも持っていきましょう。はい、花冠を持って。僕の水美味しいにゃ。ペロ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 。全部持ってったら、でもまだ、よく思ったらエンドが、ここなんだ？外に光が入ってるだけか。花冠持ってっても、エンドが5個しか見れてないことになるんですよね。はい。一回セーブしときますか。で、6個あるんですよ。バッドエンドが2つあるのかな？待って、ご主人様寝てる。待って、一旦このまま出るか。で、次はご主人様に話しかけよう。うん、そうしよう。お腹が鳴りました。ごめんなさい。はい。いやー、ね、実況したらお腹空きますね。とか言ってみる。いや、私常にお腹が良くなるんですよ。僕頑張るにゃ。はい、同じエンドになっちゃったので、ちょっと戻ってきました。これでご主人様に話しかけたら多分変わるんだろうな。あ、中に潜り込んじゃった。ご主人様、僕ご主人様と一緒にいたいにゃ。
まだ今なら間に合うにゃ。あ、そういう選択肢、じゃあご主人様と残ります。ご主人様、僕も最後までご一緒しますにゃ。ご主人様には何の恩返しも返せてないから、せめてご主人様と、ご主人様を一人にはしないにゃ。僕を拾ってくれてありがとう。おやすみなさい、ご主人様。こうして猫は魔女と添い遂げ、その一生、生涯を閉じたのでした。めでたし、めでたし。エンド4、ご主人様と一緒。あと1個あるはずなんですよ。ちょっと探ってきますね。はい。すいません。ちょっと攻略確認しちゃいました。あのですね、私、この、なんだろう。花冠とか食べ物を全部持った状態でうろうろしてたから見つからなかったんですよ。何も持ってない状態から始めないとダメみたいで、まず花冠を取って、はい、取ったらここになんか物が現れるんですよ。拾います、書斎の鍵。ここまでしかまあ見てないので、ここからまた初見なのでやっていきたいと思います。絶対これが必要になると思ったんだよ。はい、使います。え、何か落ちたにゃ。どこ、これか、なんだ。ご主人様の字で何か書いてあるにゃ。言葉を数字に、何のことにゃ。言葉を数字に、ご主人様のお仕事の道具にゃ。触っちゃいけないって言われてるにゃ。全部触ったのはダメか。どこに入れるんだ。どこだ、どこだ。言葉を数字に。待って、わかんないよ。なんだこれ。じゃあ並び替えましょうか。って。押してみる、聞いてみる。いっぱい選択肢があるんだけど、選択肢をしないという選択もあったわ。ちょっと一旦セーブして押してみましょうか。待って、いろいろあるんだよな。待って、なになになに、いっぱいいろいろあるんだけど、そのままって何。読むって何。さっぱりわかんないにゃ。もしかしたらこれってあれなんじゃないかな。やっぱ顔になるんじゃないかなと思うので、待ってよ、待ってよ、違う。緑を黄色と変えて、で、赤をさらに、黄色と変える。これでいいんじゃないか？どう？これでいい。え？どうした？何の音にゃ？え？あ、待って。何？読む？何か髪が挟まってるにゃ。読むにゃ。猫は、その赤の瞳に真実を見る。赤の瞳に。さっぱり。っていうことは、赤を引いてみる。じゃあ赤を押してみる。あれも嫌いだ。どういうこと？猫は赤の瞳に真実を見る。赤の瞳に真実を見る。皆さんも一緒にお考えください。僕は、ご主人様は整理戦闘が苦手にゃ。僕が言わにゃいと何もしないにゃ。困った人にゃ。あー、今度お掃除するにゃ。すごいな、猫ちゃんがお掃除。これがね、全くわからないんですよ。
この4つの数字で1つの数字に、あ、1つの文字になるの？違う、言葉を数字に？え？マジでわかん待てない。待て、私、前、青色を引っ張ってたんですよね。バカだバカだ。赤い背表紙の本がある。押してみる。何も起きなかった。うん、おっと。え？ E3S4。もしかしてこれってさ、東に3とかそういう系かな？ちょっと書き出してきますね。忘れちゃうから。はい、東3、南4、西に、南に、なんで2が2個もあるんだ？ 東10、南1、書き出してきました。また何かの暗号にゃということで、これを、ここから始めればいいのかな？東に、1、2、3、南、1、2、3、4、西に、1、2、南、1、2、東、10？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、南、1。お！なんじゃ？なんじゃ？なんじゃ？セーブしよう。ここに来て、セーブが満杯になるっていう。外に出たら何か買おう。これ？お屋敷の地下にこんな部屋があったにゃんて。知らなかったにゃ。あれ？僕。どうした？勝手に動いてるよ。ここ知ってる？動けるんだけど。待って、変なのしちゃった。ちょっと待って、セーブ。急にホラーになったんだけど。待って、ご主人様明らかにいたよね。明らかにいたんだけど、寝ている。寝ているよう、何事もなかったかのように。おゆじいさま、おゆじいさま。ちょっと待って、見るのがとても怖いんだけど。これは、結局、私これが分かんなかった。あ、これ、なんだっけ。あ、メモがなくなってる。なんか関係あったんだろうね。ここ入るとき絶対ご主人様が見てくるんだけど。そして音量ちっちゃいよね。あげますね。ごめんなさい。はい。怖いよー。本棚調べていい？僕知ってるってなんで？難しそうな本が並んでるにゃ。よくわからない道具が並んでるにゃ。ここ調べるの？調べるの？生臭いにゃ。これは一体。あ、胸が落ちてるにゃ。特に何もないのかな？生臭い。これは一体。あ！待って、ご主人様来たんだけど。あら、見てしまったのね。ご主人様。悪い子。悪い子は、またしつけし直さないとね。いや。大丈夫よ、キティ。あなたはまた眠るだけ。目が覚めた時にはもう忘れているわ。この地下室のことも、私が死にかけているという嘘も、あなたが人間だったことも。ご主人様、あなたは。すべて忘れておやすみなさい。また幸せな日々を送りましょう。おやすみなさい、私のキティ。今度は私を退屈させないでね。私のキティということで、黒猫ロケ。
嘘だったの？もうすぐ死ぬっていうのは。はい。ということで、最後、とっても恐ろしかったですね。魔女にとってはゲームだったんですね、これ自体が。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の実況でお会いいたしましょう。バイチー。